今日は斉藤真理子部長候補応援のため駆けつけてくださいました。明日の自由を守る若手弁護士の会阿部若弁護士の太田恵子さんでございます。私の皆さんこんにちは。私神奈川県で弁護士をしております太田恵子と申します。今ご紹介ありました通り、明日の自由を守る若手弁護士の会、略称明日若というところのメンバーの一人でございます。この明日の自由を守る若手弁護士の会と申しますのは、自民党の憲法改正草案に反対し、危機感を持っている全国の数百人、全国北は北海道、南は沖縄までいますけれども、その数百人の若手弁護士のメンバーです。その一人として、私は2年前から、第2次安倍政権が誕生した2012年12月6日から自民党の憲法改正をどうしても止めてはいけないという使命感に収納がされまして、憲法学習会の出張講師というのを各地でやってまいりました。斉藤真理子さんは私の大変大事な貴重な友人ですけれども、斉藤真理子さんもこの今この車の上に乗っているこのお母さんたちと一緒に私を憲法学習会の講師に呼んでくださいまして、それからのお付き合いということになります。私が今日ですね、はるばる神奈川の湘南エリアから足立区までこの派生参じましたのは、斉藤さんを心から応援したいからです。どうして私が斉藤さんを応援したいのかと申しますと、斉藤さんが一人の普通のお母さんで、毎日の生活の中から感じたいろんな違和感とか、政治への、落胆とか失望とか、それをほったらかしにしないで、やっぱり何か自分の力で、それが自分と同じような不安や心配を抱える他の仲間を巻き込みながら、これはやっぱり政治問題なのというふうな気づきから、正義感と行動力を持って動いてきた方です。だからです。私は斉藤真理子さんとは、足立区長候補の斉藤真理子さんとはですね、例えばこの自民党が進めようとしている憲法改正の危機感とか、残念ながら起きてしまった福島第一原発事故の後の放射能汚染へのすごく強い恐怖感と不安感とか、要するに全てひっくるめて次の世代、子供世代、孫世代へのもうひたすらその思いに突き動かされるところ、そこにすごく共感をして、今日ははるばる応援に来ています。17日は足立区長選ですよね。皆さん区長選いらっしゃいますか。地方自治体の区長選挙投票率4割を切ることもあります。残念ながら多くの方が、選挙に行かないこともある。これは非常に危険だし問題だと思っています。皆さん政治に関心ないでしょうか。投票にとれる変わらないかもしれない。何が変わるの。自分がいいことじゃ何も変わらない。そんなふうな無力感とか政治の不信感に囚われている方も多いかもしれない。でもそんなことないです。卵1個の値段から子供を塾に行かせるかどうかから、介護保険の値段から何もかも政治が決めてるんです。そして地方自治体の人ってすごい経験があります。この足立区からですね、今の日本の社会の在り方を変えていこう、通っていこうって動きが出てくることはすごくかっこいいし意味があると思います。じゃあここに行ってみようかなと思った時に、誰に投じるかわからない、そんな悩みはありません。ぜひ斉藤真理子さんに一票を入れてくださいね。斉藤真理子さんはですね、ではありません。官僚出身でもない、政治家なんて何か利権があるわけでもない。受けて勉強して大学を出て申し出になって、結婚してお子さんを持って保育園に預けながら毎日仕事をしてきた一人の会社員であるお母さんでした。そんな方がですね、会社を辞めて選挙に出るなんてものすごい決断ですよね。収入もなくなってしまう、いろいろとこう友達からもどう見えるかわからない、家族や親族からもどれくらいどうかわからない、すごく勇気がいったけたなと思います。でも一人のお母さんとして、一人の市民として、今の日本社会の在り方に不安を感じて、すごく大きな決断をした斉藤真理子さんを私はすごく応援したいし、ぜひ
き足立区の有権者さんには斉藤真理子さんを足立区長にぜひ送り出してほしいと強く願っています。よろしくお願いします。自由を守る若手弁護士の会、明日若弁護士の太田恵子さんでございました。